このスマ。借金なんて何かの悪夢だ。寝て起きたら借金が消えてるはずなんだ。カズマ、いつまでそうやってダラダラしてるつもりですか？落ち込んでいても借金は減らないぞ。そろそろクエストの一つでも受けてみたらどうだ。本当の俺は血のつながってない美人のお姉さんと妹に囲まれて何不自由なく暮らしてるはずなんだ。ダメね、完全に現実逃避してるわ。まったく情けない人ですね。なあ、ほらジョムスケも情けないって言っていますよ。そろそろ爆裂魔法が使えるクエストを受けましょう。断る。俺はクエストなんて受けない、絶対にだ。いくら借金があるのか知ってんのか。俺たちが受けられるクエストの報酬程度じゃどれだけ受けてもこの莫大な借金の返済には程遠いんだよ。こうなったらもうものすごい荒稼ぎができる方法を思いつくまで俺は寝て過ごす。ちょ、何を地べたに寝っ転がってダダをこねているんですか。子供ですか。早く起きてください。嫌だね。お前どこ引っ張ってるんだよ。どこを向かれようともな、絶対に起きないぞ。俺はやるときはやる男だからな。カズマさん、なんだかクズさに磨きがかかってるわね。ああ、皆がここまで言ってるのに動こうとしないとは。クズマの将来が楽しみだな。ねえ、クズマさんはしばらく放っておいてご飯でも食べに行きましょう。私はお腹が空いちゃったわ。そうですね、クズマは置いていきましょう。ちょっとくらい頭を冷やすといいのですよ。あいつら本当に置いていきやがった。日頃の絆はどこ行ったんだよ。まったく。それにリアたちも薄情だよな。まあいろいろあったけど、多少の恩義はあるんだし、稼ぎの一部をくれたっていいだろう。いろいろあったけど、ああ空から金でも降ってこな。ふん？何か踏んだみたい。ゴミかしら。あらやだ、最近のゴミって喋るの？この女、楽しそうに人の顔踏みやがって。どうしたの？もっと踏んでほしいのかしら？おいこら！いつまでも人の上に足を乗せてんじゃねえ。俺はな、魔王軍幹部すらも黙らせると評判のカズマさんだぞ。知らないわよ、興味もないわ。地面を這い回るウジ虫の相手なんてしてる場合じゃないのよ。さっさと用事を済ませないと。こら、ちょっと待て、まだ話は終わって。受付の方はいるかしら？いらっしゃいませ。本日はどういったご用ですか？宝石採取クエストの報酬を受け取りに来たの。これが成果よ。この袋の中全部ですか？しかもどれも貴重なものばかり。今回も素晴らしい成果ですね。冒険者だったのか。しかもあんなにレアな宝石を大量に取ってくるなんて、すご腕だな。おいくらになるかしら？このスバ。お待たせしました。お預かりした宝石類すべて合わせて700万エリスになります。700万？あら、1000万はいくかと思ったのに。はした金ね。ちょっとこの人、700万をはした金って言いました。まあいいわ、ありがとう。これはほんのお礼よ。困ります。チップなんて受け取れません。お気持ちだけ受け取らせていただきますね。仕事に真面目なのね。あなたみたいな人って好きよ。それじゃ、また何かあったらよろしく。ほう、ずいぶん羽振りがいいな。代わりに俺が恵んでもらいたいくらいだ。しかもよく見たらなかなかに色気のあるお姉さんじゃないか。あれ、カズマくんじゃない。
よ、ケテ。どうしたのさ。クリス、いいところに。今ギルドから出て行った女を知ってるか。今のってメリッサのこと？黒くて長い髪の。メリッサっていうのか。この町の人間にしてはやけに羽振りがいいみたいだからちょっと気になったんだけど。彼女は冒険者だよ。職業はレンジャー。メリッサはね、各地を転々とする凄腕のトレジャーハンターとしてその筋では有名なんだよ。凄腕のトレジャーハンター。しかも金を持ってて色気もたっぷりのお姉さん。これだ、ついに来たぞ、必殺の借金返済方法。ヒヤッホー。ちょっとカズマくん、どこ行くの。メリッサを追いかける。そして仲間にしてくれって頼むんだよ。仲間に？無理なんじゃないかな。メリッサは一匹狼で誰とも組まないって。話してみないとわからないだろ。有能な奴と儲かるクエストに行って大金を稼ぐ。これで借金なんかどうさらばだ。待ってろよメリッサ。このスバ。あの、お姉さん。トレジャーハンターのメリッサさんですよね。そうだけど、どうしたの？お願いです。この前盗まれたお母さんの宝石を取り戻してください。とても大事なものだから。お母さんすごく悲しんでて。綺麗な首飾りに涙の形をした紫色の宝石がついてる。私に見つけてこいって依頼してるの？言っておくけど、ただ働きはしないわよ。これで足りますか？お小遣い貯めてきたんです。小銭ばかりじゃない。残念だったわね、坊や。他を当たりなさい。そんな、お願いです。頼る人がいなくてどうしたらいいか。くどいわね。そんなに大切なら自分で探しなさい。これ以上何か言うと痛い目に遭わせるわよ。ごめんなさい。あの子泣いてるじゃねえか。仲間にしてもらおうと思って尾行してたのに、やばい現場に出くわしちゃったな。その前はナンパしてきた男をビンタして倒し、勧誘してきたアクシズ教徒を人睨みで退散させた。こんな奴と組んで大丈夫かちょっと不安になってきたな。だがトレジャーハントの実力者なのは間違いないし。そこ誰かいるの？なあ、まさか潜伏スキルが見破られて。この猫やばい。あの女まさか猫まで踏む気じゃ。にゃ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 ってかわいいの。お話めってる。お耳もピクピク動いてかわいいでちゅね。ん、なんだこいつ。俺を踏みつけてた女と本当に同一人物か。あげたかったのに。昔からこうなのよね。犬も猫も大好きなのに、どうして私には懐いてくれないのよ。あー、いるよな。動物好きなのになぜか動物から嫌われるやつ。かわいそうに。って待てよ、ひらめいた。こいつの動物好きをうまく利用すれば、このスバ。どれも微妙ね。もしかして報酬のいいクエストをお探しですか？凄腕トレジャーハンターのメリッサさん。うん、変質者？
違う、この前ギルドで会っただろう。ああ、ゴミの佐藤一馬です。以後よろしくお願いします。何でもいいわ。私はあなたに興味ないもの。お金もあまり持ってなさそうだしね。いや、そう言わないで話くらい聞いてくれよ。悪い話じゃないと思うんだけど。何度も言わせないでくれる？興味なんてないから。これでもか。なあ、なんなのこの子、羽まで生えてる。なあ、しかも触っても逃げない。にゃ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 んて、いい猫ちゃんなの。思った通り、チョムスケに食いついたな。触るだけじゃなく、頬ずりしても逃げないかしら。ねえ、この猫ちゃんの名前は？こいつの名はチョムスケ。俺の話を聞いてくれるのなら、頬ずりしてもいいぞ。本当に？キクキク、だから早く頬ずりさせて。決まりだ。では俺の屋敷でゆっくり話そうじゃないですか、メリッサさん。ピクピクしてて可愛いにゃー。なあ、ちょっと触りすぎです。チョムスケが嫌がっているので離してあげてくださいよ。嫌よ。だって私が触っても逃げない猫ちゃんなんてめったにいないんだから。何を開き直って。カズマ、この女性は一体どこのどなたですか？こいつはメリッサ、凄腕のトレジャーハンターだ。ちょっと商談があって来てもらった。商談って、カズマさん、また小ずるいこと考えてるの？ねえ、悪いことは言わないわ。借金は地道に返しましょう。地道に返そうと思ったら何十年かかると思ってんだ。多少のリスクは仕方がないだろう。おいカズマ、客人の前で口論はよせ。メリッサと言ってな、紅茶でよかっただろうか。ふん、出すのが遅いわよ。もてなしに対してこの仕打ちと冷めた視線。さすがはカズマだ。こんな人材どこで見つけてきたのだ。話が全然進まねえ。なあ、3人とも席を外してくれるか。そろそろ本気で話がしたいんだ。あ、チョムスケはこっちに頼む。つまり私とパーティーを組んで一緒に依頼をこなしたいってことかしら？その通り。言っておくが、俺は魔王軍幹部とも互角に渡り合った実力者。組んでも損はないと思うぜ。損はあるわよ。どうせ分け前をよこせって言うんでしょ。私の報酬が減っちゃうじゃない。いや、むしろ増えるはずだ。なんせ俺は幸運値だけは人並み外れて高いからな。貴重な宝石に出会う確率だって上がるだろう。それに俺は冒険者登録の時、冒険者よりも商人に向いてるとまで言われた男。採取した宝石を売りさばくのも任せてくれ。最初は分け前で借金を返し、メリッサの仕事のやり方を覚えたら同じ方法でさらに儲けてやるというのが本音だけどな。いろんな通り名を持ってるのね。でもダメよ。どうせ仕事のやり方を私から盗もうって腹積もりでしょ。バレてる。利用するのは好きだけど、利用されるのは嫌いなの。第一、私はあなたのために働くつもりはないわ。それなら俺のためじゃなくチョムスケのためだと言ったらどうかな。なあ、チョムちゃんの、どういうこと？慌てるな。まずは紅茶を飲めよ。ゆっくり話そうじゃないか。このスバ。私から仕事のやり方を盗むのがどうしてチョムちゃんのためなのよ。実はチョムスケは前の飼い主にひどい扱いを受けていてな。え？俺たちはそいつから逃げてきたチョムスケを保護したんだ。その時のチョムスケは痩せて毛並みもボロボロで、それにほら
この羽、猫なのに珍しいと思わないか。これも前の飼い主が無理やり。そうだったの。道理で珍しい猫ちゃんだと思ったわ。俺たちはどうにかしてチョムスケを元の普通の猫に戻してやりたい。だがこの羽を取る手術には莫大な金がかかるらしい。だから私から仕事のやり方を。あ、金を盗んだ方が手っ取り早いかもしれない。だけどそんな金でチョムスケが喜ぶはずがない。俺は真っ当な方法で金を稼いでチョムスケを元に戻してやりたいんだ。だってチョムスケは俺の家族だから。ゴミと言ったこと謝らないといけないわね。チョムちゃんのことをここまで考えていたなんて。動物に優しくできる人に悪い人はいないわ。私って昔から犬や猫に嫌われることが多くて。まあ動物は人間の本質を見抜くって言うからな。あ、チョムスケが爪立てて痛い。チョムちゃんはそんな私に懐いてくれた数少ない猫。チョムちゃんのためならいくらでも協力するわ。それじゃあ教えてあげるわよ、仕事のやり方を。言うなればトレジャーハントの課外授業ね。仕事中は私のことを先生と思うこと、そして先生の言うことは絶対よ。もちろんだ。早速仕事に行こうぜ。いえ、その前にチョムちゃんをなでなでさせてちょうだい。はい先生、どうぞ。今回のトレジャーハントの難易度は高いわよ。貴族が汚い手口を使って入手した宝石がターゲットなの。もともとはこのハントを依頼した人の宝石らしくって、エルロードのカジノの金庫に保管されてるから、それを取り返すのが目的よ。警備も厳重だろうけど、なんとか侵入しないと。侵入したついでに宝石と他のお宝もいただくわ。お、ちょっと待ってくれ。他のお宝もいただくというのはトレジャーハントではなく泥棒。トレジャーハントよ、文句あるかしら。いいえ、もともと悪い貴族が汚い手口で入手したものなんだから、私たちがもらったとしても文句は言えないはずよ。悪者を懲らしめる世直し、いいですね、いいですね。どうしためぐみ、やけに乗り気じゃないか。カジノに潜入なんて胸が躍るじゃないですか。きっとかっこよく華麗に。ここは眠らない町、エルロード。ざらつく都市の真ん中にそびえ立つ難攻不落の黒き要塞にトレジャーハンターたちが挑む。そろそろ時間ね。アクア、メグミン、ダクネス、準備はよくて。もちろん。警備は厳重なようだけれど、私たちに潜入できない場所はないわ。だが捕まれば激しい拷問に遭うかもしれない。成功しても失敗しても楽しめそうだな。捕まるはずありませんよ。我が名はメグミン、爆裂魔法を操りしトレジャーハンター。悪くありません。ええ、悪くありませんとも。トレジャーハンター、盛り上がってるところ悪いけど、実際はそんなに目立たないし地味なものよ。気にするな、こいつは妄想癖のある子だから。まあいいわ。ところで全員、トレジャーハントは未経験よね。仕事を一緒にするならいくつか条件をつけさせてもらうわよ。まず私の命令は必ず聞く。そして嘘をつかない。私、反抗的な人は嫌いなの。最後に報酬の分け前は働きに応じて私が決める。この条件飲んでくれる？なあ、もちろんだ。それよりも作戦を聞かせてくれるか。それはエルロードに着いてからね。出発は3日後、各自用意をしておくように。ねえねえ、固い話は置いといて、
臨時パーティー結成を祝して乾杯でもしましょう。それもそうね。私が誰かとパーティーを組むなんて初めてのことだわ。すみません、シュワシュワ4つとジュース1つお願いします。ああ、私もシュワシュワが飲みたかったのに。チクシュウ、あの女、自分の飲み代まで俺に支払わせやがった。たんまり金持ってるくせに。仕事を手伝わせてくれって頼んだのはカズマさんでしょ。それくらい必要経費じゃない。それはそうだけど。あれ、誰かと思ったらカズマたちか。この時間まで仕事か。踊り子も大変だな。今後のスケジュールについて支配人と話をしてたんです。大変だけど充実してますよ。ファンも増えてきたしね。しばらくしたらまた別の町でショーをしようかしら。いい顔してますね。まるで爆裂魔法を打った後の私のような。充実しているようで何よりです。まあ充実はしてるよ。ただお、何か気になることでもあるのか。いや、気になるというほどでもないんだけど、最近ちょっと変なお客さんが来てて。変ってどんな風に。このところ毎日のように来てくれる人がいるんだけど、他の人たちとは違って様子がおかしいんだ。ファンじゃなくてもおかしなやつなんてたくさんいるだろう。ほら、アクシズ教徒たちを見てみろよ。それもそうだな、考えすぎか。ちょっと、うちの信者たちをあんまり悪く言わないでほしいんですけど。すまない、そんなつもりはなかったんだ。まあ、あんまり気にしすぎるなってことだ。明日もショーだろ、頑張れよ。ありがとう、また招待するから遊びに来てくれ。ショーか、トレジャーハントの仕事を覚えて借金がなくなったらまた行きたいな。このスバ、すごく栄えてるわね。人もたくさんいるわ。本当だな。時折聞こえてくる大歓声はカジノからか。しかしさすがに遠いですね。帰りも同じだけ馬車に乗るかと思うと気が重いです。安心してちょうだい。町外れにテレポート屋があるから帰りは一瞬で帰れるわよ。詳しいな。メリッサはエルロードに何度も来てるのか。当然じゃない。そして浮かれてるところ悪いけど、観光の前にやることがあるわ。作戦を説明するからよく聞きなさい。お、腕が鳴りますね、腕が鳴りますね。ま、この私が参加するからには大船に乗ったつもりでいてちょうだい。ダッシュしたお宝おいくらになるかしらね。ちょ、アクア、お前それフラグだから。これが今夜潜入するカジノの通路と見張りの位置よ。見張りの交代の時間など詳細な書き込みまで。どこでこんなものを。独自のルートがあるのよ。いい？最初はこの大広間で。なるほど、それだったらアクアが適任か。任せて。芸は壊れて見せるものではないけれど、せっかくの大舞台ですもの。とっておきを披露してあげるわ。待ってください、納得できません。作戦開始ののろしには我が爆裂魔法こそがふさわしいのです。お前カジノごとぶっ飛ばす気か。めぐみには最後にやってもらうことがあるから。嫌です、アクアだけ目立つなんてずるいですよ。爆裂魔法、爆裂魔法。わがまま言うな、この頭のおかしい爆裂娘が。何を。まあまあ二人とも落ち着くんだ。まずは作戦を最後まで聞こう。すまないな、メリッサ。この子たち本当に大丈夫かしら、不安だわ。説明を続けるわね。
その後残ったメンバーでこっちの部屋に移動して。なこの私にそんなことできるわけないだろう。あら、おかしいわね。最初に言ったはずよ、私の命令は必ず聞くって。忘れちゃった？確かに言っていた、言っていたが。立場が分かってないよね。手取り足取り教えてあげないと何もできないひよこちゃんたちなんだから。これ以上口答えするなら反抗できないよう体で覚えてもらうわよ。慣れない土地で何もできない私たちに強引に体で覚えさせるとか望むところだ。ダメだ、ダクネスにとってメリッサは相性が良すぎる。メリッサに逆らえなくなりそうだ。そしてカズマは、言わなくても分かってる。最後の金庫の部屋の前でだろ。よく分かってるじゃない。決行は今夜、警備が手薄になる交代の時間帯を狙うわ。いよいよか、緊張してきたな。こういう時はまずは気合ですね。行きます。我が名はメグミン、クオマズク随一の魔法の使い手にして天下一のトレジャー。あー、痛い。もうどうしてぶつのですか。どうしてと聞きたいのはこっちだ。お前はいきなり作戦をぶち壊す気か。そうよ、ここで目立つのはメグミンじゃなくてアクアの役目だって説明したでしょ。頼んだぞアクア、お前の芸ならきっとみんな目が釘付けになるはずだ。当然よ、カズマたちがお宝を盗んでる間、お客の視線と心はこのアクア様が盗んでおいてあげるわ。このスバ、はいはい、さあさあ皆さんお立ち合い。無慈悲なカジノで荒んじゃったあなたの心、女神であるこの私が癒します。なんだなんだ、女神って芸名か。それじゃあ早速行くわよ。それ花鳥風月。おお、姉ちゃんなかなかやるじゃねえか。慌てない慌てない、次はもっとすごいもの見せてあげるわ。それほっよっ。ちょうど負けが込んできて気がめいってたんだ。いいぞ、待ってやれ。よし、アクアが客の視線を集めてる今のうちだ。裏口に向かうぞ。地図によるとこの先の突き当たりを右に曲がればその先に金庫のある部屋があるはずだな。潜伏スキルのおかげでいつもよりスムーズに進めるし、思ったより有能なのね。この仕事向いてるんじゃない。長年トレジャーハンターをやってるメリッサにお墨付きをもらえるなんて悪い気はしないな。そういえばメリッサはどうしてトレジャーハンターになろうと思ったのですか。この世界で最初からトレジャーハンターを目指すものは少ない。私も興味があるな。単純な理由よ。美しい宝石は美しい私が持つべきでしょ。そうですね。あ、カズマ見えてきましたよ。あの扉の奥が金庫のある部屋ですね。見張りは一人。ダクネス出番だ。っておい、もじもじしてどうした。本当にやるのかカズマ。やはりここはもっと別の方法を考えた方が良いのではないか。今さら何言ってんだよ。ここまで来て引き下がれるわけないだろう。だが私にも貴族としての誇りがあるのだ。そう簡単に人前で。いいからやりなさい。お前メリッサに命令されるのを待ってたのか。
どうしたのダクネス、腰が引けてるじゃない。ちゃんと作戦通りにやるのよ。ほら鎧を外して。やっ、ド変態のくせに恥じらってるの。じらすなら鎧だけじゃなく全部ひんむいてもいいのよ。待て、心の準備が どこを触っている。ほらとっととやりなさい。男を誘惑するしか使い道のない体を使ってね。男を誘惑、抵抗できないこの状況で無理やり服を脱がされるとか、どんなご褒美だ。うちのクルセイダーはいつもブレないな。カズマ、鼻の穴が大きくなっていますよ。どうせダクネスがクネクネしているのを見て興奮しているのでしょう。ここ興奮なんてしてねえから。このスバ、ちょっといいだろうか。うん、誰だあんた。悪いがここは立ち入りき。すまない、立ち入り禁止なのは分かっていたのだが、どうやら道に迷ってしまったらしくてな。そうか、そいつは難儀だったな。だがなぜそんなにくねくねしているんだ。歩き回っていたら熱くなってしまったんだ。あー、体がほてる。大丈夫なのか。セリフ棒読みじゃねえか。こんなことで色仕掛けが成功するわけ。なるほど、それで顔も赤いのか。妙に色っぽいな。成功してる。少しは怪しめよ。こんなクネクネした女がいるわけないだろ。近くに落ち着いて休めるところはないだろうか。よかったら連れて行っては。任せろ。あっちにゆっくりするにはうってつけの防音性の高い部屋があるんだ。見張りは油断してるな。今だ。嘘めっき。安心してこの俺に身を任せてくれ。さあこっちだ。あれうまくいったぜ。見張りの腰にぶら下がってた鍵の紐も俺の損撃機で見事に切り裂いてやった。鍵が落ちたことに気づかないなんて間抜けな見張りですね。男なんてそんなものよ。さあ仕上げまでもう少し、最後まで油断せずに行きましょう。この金庫の中に目的の宝石があるのですね。頑丈そうですが、どうやって壊しますか。どうやって。爆裂魔法でと言わせたいのか。こんな場所で爆裂魔法を使うのは危険だ。それくらいわかるだろ。それはそうなのですが、私だけ活躍の場がないのは我慢なりませんよ。大丈夫、私が爆薬を用意してあるわ。事前の下調べで金庫の扉だけ壊す量を計算して持ってきてるんだから。扉の四隅に設置しなさい。了解。よっと。聞いているのですか。カズマの小ずるい知恵を使って我が爆裂魔法の出番を考えてください。もうさっきから爆裂爆裂うるさいわね。チョムちゃんのための仕事だって分かってるの。チョムスケの、どういうことですか。どういうことって、チョムちゃんの羽とかを元に戻すためにお金を稼ぎたいんでしょ。元に戻すも何も、チョムスケの羽は最初から生えていましたよ。え、メリッサ、爆薬の仕掛け終わったぞ。メグミン、その話は後で聞かせてもらうわ。今は仕事中だものね。とりあえず爆薬に引火するようにこの魔導ポーションを投げれば。おお、うまいこと扉だけ壊れてるな。さあ早く、見張りが戻ってくる前にお宝を。ゴーレム、一体どこから。金庫の中にいたようね。
ちゃんとした手順で開けないと襲うように設定されたのかしら。罠にはめられたわね。ここまで来たら力ずくでねじ伏せるだけだ。こいつを片付けてお宝をいただくぞ。過酷な潜入作戦の締めくくりは宝を守るモンスターとの決戦ですか。なかなか熱い展開ですね。確かにね。ただお金を稼ぐなら危険のない場所から盗めばいいだけだもの。スリルを楽しむのがこの仕事の醍醐味よね。来るぞ。まあ大きな声。きっと暴れん坊さんなのね。おいたする子にはお姉さんがお仕置きしてあげる。このスバ。綺麗な首飾りね。美しい私にぴったりだわ。いやー、思ったより楽勝だったな。詐欺を働いた悪徳貴族を懲らしめた上、お宝までゲットできるとか、なんて美味しい仕事なんだ。さて、依頼人に宝石を渡さないと。そして他のお宝を魔道具店で換金してもらって。結局いくらくらいになりそうなんだ。そうね、さっと計算すると3000万エリスくらい。3000万。でもカジノの見取り図、交代時間等の情報、爆薬などの材料費、1000万くらいは経費で飛ぶと思うわよ。だとしても残りは2000万。山分けしても1000万か。山分けってずうずうしいわね。最初に言ったはずよ。報酬の分け前は働きに応じて私が決めるって。そうだったな。でも俺たち結構働いたよな。潜伏スキルとかゴーレムを倒したりとかの活躍を。マイナス100万エリスよ。え、100万。聞こえなかった？マイナス100万エリスよ。そっちが払うってことね。どうしてよ。私たくさん頑張ったわよ。波状風月のしすぎで筋肉痛にもなったのよ。私だって作戦中は爆裂魔法を打ちたい衝動を必死で抑えていたのに。私はあんな恥ずかしいマネまでさせられたのに。だって約束を守らなかったのはそちらだもの。最初に言ったでしょ、嘘をつくなって。まず私の命令は必ず聞く。そして嘘をつかない。私、反抗的な人は嫌いなの。嘘って、俺たちが一体どんな嘘は。俺たちっていうか主にカズマね。さっきめぐみに聞かせてもらったわよ。俺は真っ当な方法で金を稼いでチョムスケを元に戻してやりたいんだ。だってチョムスケは俺の家族だから。元に戻すも何も、チョムスケの羽は最初から生えていましたよ。チョムちゃんの話嘘だったのね。いや、あれは嘘というか、ほぼ嘘に限りなく近いけど、でも全部が嘘ではないというか。嘘は嫌いだって言ったでしょ。それと利用されるのも嫌いだって言ったわよね。なのに嘘をついて私を利用しようとするなんて。しめて報酬はマイナス100万エリス。授業料と思うことね。ちくしょう、はめやがったな。はめようとしたのはそっちのくせに。これに懲りたら嘘はやめなさい。そしたら分け前もちゃんと考えてあげる。チョムちゃんによろしくね。待て、メリサ、少しだけでも。カズマさん、これどういうことかしら。ただ働きどころか借金が増えるなんて。私はあんな恥ずかしめ
てくねくねするような、あんな。今回の100万エリスはカズマさんが自分で払ってちょうだい。それと私たちの分け前も。待てよ、俺は借金を返せると良かれと思ってやったんだぞ。自業自得です。よりにもよってチョムスケを出しに使ったりするからこんなことになるのですよ。くーそったりゃあら、また会ったわね、坊や。トレジャーハンターのお姉ちゃん。お母さんの首飾りは見つかったの？見つからない。どこにあるかもわからなくて。だからお姉ちゃんに依頼できるようお小遣いを貯めてるんだ。小銭ばかりね。でもちょうど小銭が足りなかったの。1枚もらうわよ。ダメだよ、一生懸命貯めてるのに。いいからよこしなさい。代わりに坊やにはこれをあげる。これって首飾り？ お姉ちゃん？私にはちょっと派手で似合わなかったから。1エリス確かにもらったわよ。おや、これはこれはダニエルさん、今日も出待ちですか。精が出ますね。ええ、私はリアを押してやらねばなりませんから。さすがダニエルさん、リアちゃんを思う気持ちは炎の形。これは負けていられません。僕もエリカちゃんへの愛をもっと形にしていかなければ。愛する思いに勝ちも負けもありませんよ。押し方は人それぞれ。そういうことでいいのでは。ダニエルさん、あなたはオドリックさんの鏡だ。姿形や日々の過ごし方は違えど、心に秘めた思いは同じ。アクセルハーツ最高。アクセルハーツ最高。騒がしいと思ったら踊り子のファンの方々でしたか。あら、あそこにいるのはもしかしてダニエルさん。リア最高、アクセルハーツ最高。いや、まさかダニエルさんがこんなところにいるわけありませんもんね。でも似てるような。このスバ